国のプロレスラー。ニューヨーク州マウント市内出身。イカップリングウィズで活躍したことで知られるマイキー、ウィップレックが、ニューヨーク州にて主催するインディー団体である、ニーワックが運営するニーワックトレーニングセンターにてトレーニングを積む。2004年に17歳で、プロレスラーデビューを果たす。2007年に WWE とディベロップメント契約。 グレッグ・カルドナのリングネームで、ダークマッチや株番組のヒートに出場し、マーク・ヘンリー、DH ・スミスラと対戦したが、いずれも敗れている。2008年からグレッグ・ジャクソンにリングネームを改め、FCW で経験を積む。9月には、リングネームをトレント・バレッタに再解明している。 2009年からケイレン・クロフト、カート・ホーキンスとデュード・バスターズを結成し、FCW フロリダタッグチーム王座を2度獲得している。12月にケイレン・クロフトと共に WWE へ昇格し、イカップリング・ウィズに登場。クロフトと共にテレビゲーム好きというギミックを与えられ、ヨシタツ、ゴールダストと構想する。2010年2月9日には吉、ヨシタツ、 ゴールダスト組と WWE 統一タッグチーム王座挑戦権をかけて戦うが敗れている。その後イカップリングウィズが番組終了となったためスマックダウンへ移籍し WWE でもデュードバスターズを名乗るようになる。9月に行われたスーパースターズにケイレンクロフトと共にベビーフェイスとして登場しカートホーキンスバンスアーチャー組に勝利した。 その後、ケイレン・クロフトが解雇されたためシングルプレイヤーに転校し、スーパースターズでカート・ホーキンスと構想した。12月末からドリュー・マッキン・タイヤと少し構想した後、出演が少なくなり、スーパースターズでの出演が多くなった。3月頃からジョバーであるもののスマックダウンに出演が多くなる。2011年、スーパースターズにて、 タイソンキッドに連敗。その後、NXT シーズン後にて活躍するようになる。ヨシタツとコンビを組んで、ホーキンスやタイラーレックスと交想した。その後シングルで、タイソンキッドとの交想が再燃。またも連敗したが、2012年2月、勝利したキッドに握手を求められ、それに応じる。さらにその後のバックステージにおいて、タッグ結成を示唆されるも、 不祥欠場してしまう。9月半ばから NXT に復帰し、リッチー・スティムボートと共に、カシアス・大野と交想したが、2013年1月11日に、WWE から解雇となった。WWE 解雇後、HLW や PWG といった、インディー団体に参戦。 そして5月3日より新日本プロレスのベスト・オブ・ザ・スーパージュニア XX に出場が決定し来日。バレッタのリングネームで参戦。A ブロックにエントリーして6点という結果に終わった。同年7月18日、ティエネの X ディビジョンを中心としたイベントであるデスティネーション X に本名名名義で参戦。ティエネ。 x ディビジョン王座争奪トーナメントに出場し、1回戦では、ロックスタースパッド、ルービックとのトリプルスレッドマッチを制し、続く25日には、決勝戦にてマニック、サンジェイダットと対戦するも、敗戦となった。2014年8月、リングネームをエースベダーと、改めてティエネに再登場。x ディビジョン王座挑戦者決定トーナメントに、挑むが、 挑戦権獲得ならず、2015年3月、6キロメロと六本木バイスを結成、新日本プロレスに再参戦。4月の両国国技館大会にて、IWGP ジュニアタッグオーザーをヤングバックスから奪ッシュ。2017年7月2日、G1 スペシャルイン USA アメリカロサンゼルス大会で、 IWGP ジュニアタッグ選手権に挑戦して、敗れ、試合後ヘビー級転校を発表。ゴブストッパーデュードバスター。ありがとうございます。